を超えるとこういう風な形で出てきます、まあ、そのままね直に出てくると舌を痛めやすいので一回上上がってこうで水が減ってくるとこの辺にね空気穴があるんです。でその空気穴から空気が入ると自動的にものすごく賢いだろうだから管理事務所はありません。横にないんです。で管理事務所はこの5キロメートル先ぐらいにあるんですけど、あの普段はこういうふうなところで見回りには来てくれるんですが、法然池土地改良区っていう水利組合の方が見てくれる。あとここのアーチの角度なんですけど、垂直に立ってるんではなくて、こう下流に向かって25度8分40秒ぐらいとか、だいたい25度ぐらいの角度で傾斜しています。で、これはやっぱり水圧を弱めるための工夫です。はい、そしたらこれで先生、あの向こう向き側に。あと一つね、歴史的なものがあるんですけど、皆さんあの香川県、香川県の方が多いと思うんですけど、昔から水不足でこの辺も例外ではありません。だから香川県ため池の数、ため池の数としてはあの一番大きいあの多いのは兵庫県で、2番目が広島、香川県3番でも単位面積あたり、あの人口で、あ、面積で割ると香川県がトップなんです。だからあの集中してあるというふうな。でこの辺の土地も昔から扇状地で砂地なんです。だから自ら舌をくぐっていくような感じで、あのまあお米も作ろうと、ね、あの作ってはいたんですけど、本当にひどい時は水がない時は。田んぼの横にノイドで鶴瓶で水をかいて飲み水というそれとかあの水車っていうことであの水路のところから水をかけたりするというふうな形をしてます。だからほとんどの主な作物はサトウキビが一番多い。サトウキビ、ワタ、イモ、それからあと小麦、それをうどんにするためにそういうふうな形があったんですけど、どうしてもやっぱり米を作りたいということで大正15年にですね、この辺 の, あの農家の意見をまとめて、梶文次郎さんっていう方が、この方が立派な方でまとめて、このやっぱりこのぐらいの大きいダムを作ろうとしたらお金がいるんですよね。で国の方に補助金を出してほしいと嘆願するんです。だその時の大蔵大臣が堺で出身の三津中道さん、東香川で生まれたらしいんですけど、堺でご養子さんで来て、でいろいろ大臣は経験あるんですけど、その時当時大蔵大臣
それでちょうどそういうふうなことにも目くるまれて、あのその日中野さんが県営企業に来るんやったら半分だけお金出しましょうというふうなことで、でそれを見て、あの会社に県にも働きかけて県営の事業になりました。で県営の事業になって、さらに半分だけ出し物だから、あとの半分は自分で負担せないかんで、銀行へもものすごく融資を頼む。でその借金を返すために、大さんどういうようなことを言ったかというと、下流の農民の人を雇ってほしい。で農民の人を雇ってくれることになりました。でもその農民の人一人一人契約書を書かせてる。どういうな契約書かというと、必ず指導者の指示に従う、それからあの労働争議を起こさない、そういう風なんで、大体1000人ぐらいの人が来て、1日に働いてる人は100人ぐらいだったんです。できちっと半分けして統率を取って工事をした。それで3年8ヶ月と2日間の工事期間なんですけど、その時間事故もなく、それから死人も殿下すごい。で工事なんですが、その当時ですね、クレーンもなくトラックもない時代、このマットレスの部分を1段ずつ積み上げております。でクレーンとかあれはありません。で皆さんにこれから最初に見てほしいのは、この工事の後足場、それから垂直ゲージを支える鉄の棒、今このぐらいの短さになってるんですけど、壁の横にずっと出てるんです。それを見てほしいというふうに思います。皆さん、まあ、あの若い人とかは、あのここの来て、で、あ、西洋の古城みたいやな、写真をパッと撮って帰られる方も多いんですが、ちょっとそういうふうなところを見ていただくと、法然家の良さとかいうのが分かるんじゃないかなというふうに思っています。でまずあの壁の横に出ている鉄の棒だけ最初に見てもらう。これを見ていただいたら私は分かると思うんですけど、この辺から見えますかね、壁の横にあの鉄の棒がたくさん出てるんです。あのね、それにもあるんですよ。わかりますか。あのこれを見てもらったら、やっぱりこれを作った農民の人の思いがわかると。だからいやな、よくあの構造が分かっている人は写真を撮るときにこれを入れる。あの全体の形に。なはい、それであと近くで見てほしいのは、よく石積み式っていうふうに呼ばれてるんですけど、それも間違いではないんですが、よく見てほしいのは、あの水が当たってる黒っぽいところ、これゴツゴツしてますよね。これは石です。で石はこの上流で取れた石、あの水に火山という臭い石です。だけど角っこはちょっと白っぽくなっているでしょう。あれはあのコンクリートブロックなんです。であのコンクリートブロックで作って、でアーチの部分も非常に成形するのが難しいので、コンクリートブロックです。でこれは全部中まで石ではありません。あのみんなコンクリートの幕板ご存知ですか。あのコンクリートを打つときに硬いと板を型枠を入れます。でその型枠の部分が石だと思ってください。で中はですね、このくらいの大きい石、70キロの大きい石と、あの砂、あのセメントと水なんかモルタルと言います。それがこう積み重なっている。それをこう枠を一段作って、枠を作っていきます。そういうような形で家まで作ってみます。ほら、そしたらちょっとね、切り添えてもらって、あの
西野選手。私毎日ってあそこでゴッとほんだらね、コロナ嫌されるあそこだといいはい、いいですはい、はい、あと4分の1の元に戻りたいと思って別の方がどこにもありますかあの、アドットが人っぽいこの横の壁を見てもらったらこのくらいの鉄の方が勝ったんです。あれがそうなんです。あれがあっちはね。これね、どの壁にもあるんです。はい。おい、そしたら、はい、どうぞ。
Thank you.
もう入れてるんですか。